謎なぞなぞあるところに若いトラック運転手の男がいました男はよく働き仕事は夜になることも多かったんでした会社に戻った日男は同僚から奇妙な噂話を聞きましたその話の内容はこういったものでした 英県に向かう峠を夜に通ると女の子の幽霊が出るそうだ。その女の子の霊は助手席に現れ運転手に問題をかけてくる。答えられなければ運転手は殺される。問題はついつい間違えてしまうようなものを出してくる。友人の友人に聞いた。 といったものでした男は同僚の話を単なる都市伝説の類だと馬鹿にしてこの話を信じようとしませんでした何日かして男に英検に向かう仕事が回ってきましたしかも他の仕事もこなさなければならないため向かう時間はどうしても夜になりそうでした 案の定英県へ向かうのは夜になってしまい男は例の峠に差し掛かっていましたしばらく走っていると男は突然全身に鳥肌が立ってしまいました前の道を見ていた視界の中に異常なものが見えてしまったからです自分の隣 つまり助手席に女の子が座っているしかもこちらをじーっと見つめている男は恐怖に駆られ助手席を見ることができませんでしたすると「ねえ」という小さな声が男の耳に聞こえてきました。 男はもう泣きそうになりながら、な、何？と答えました。遊んでくれると女の子は聞いてきます。怖い、怖い。男は言われるがままについ、いい、いいよ、と答えてしまいました。 女の子はクスクス笑うと「じゃあなぞなぞね間違えたらダメだよ」と言いました男は「しまった!」と思ったんですが時すでに遅かったんでしたりんごとバナナとスイカを乗せたトラックがある山道を走っていました。 やがてカーブにさしかかりましたさて何をあとしてしまったでしょうか男は震えながらも内心助かったと思いましたなぜならこの問題を聞いたことがあったからです男はすス,スピードと答えましたが女の子はこう言いました <laughs> 残念。外れです。正解はね。命だよ。